皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は信じるでも信じないでもなくというお話をしたいと思っています。人を信じる系のね、お話っていうのは以前もさせていただいて、その時は確かですね、まあむちゃくちゃこう解像度を上げていって、いろんな判断軸で見ていけば、まあなんだろうな、信じれるポイントがあったりなかったりみたいなそういうね、判断軸増やしまくって、漠然と人を信じるんじゃなくて要素で人を信じるみたいな、多分そんなお話をしたんじゃないかなと思うんですけども、まあそれはそれでいいんですが、ちょっと、また違った切り口で、人を信じる信じない問題について、お話ししていきたいなというふうに思っています。で人のことをね、誰かのことを信じるっていうけれども、一体何を信じてるのか考えてみると、多くの人はですね、全体的にぼやっとその人のことを信じてるみたいな、状況なんじゃないかなと思うんですね。でそれで言うとですね、例えばあんまりこうガジェットに詳しくない方が、例えばアップル製品をなんかこう買うというか、購入を検討するときにですね、アップル製品なんだから、いいんでしょうねみたいな感じで、スマホの、ね、用途としては SNS とか Netflix とかしか使わないのに、iPhone12 Pro 買おうとしてますみたいないう人がね、時々いるんですよね。なんかすごいそういう、あんまし高度な使い方はしないのに、専門的な使い方はしないのに最新の機種を持っちゃってるみたいな人がいてですね、これなんかは、ものですからちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、人を信じるっていうのもある種こんな状況になってるんじゃないかなと思うんですね。なんか漠然と信じちゃってるけども、あなたが信じるべきは、iPhone12 Pro じゃないですよねみたいなことになっちゃうと、でも世間一般から見ればとか社会的に見れば iPhone12 Pro はすごいクオリティが高いよねとかすごいよねって話なんだけども、一人一人個人で見た時にそのクオリティがマッチしてるのかってことなんですよね。そのクオリティがマッチしてないんであれば、クオリティが高いか低いかじゃなくて、いいね、クオリティが高くても自分に合ってなかったらそれっていいものじゃないじゃないですか。なので人間関係もそうで、クオリティが高いとか低いとかっていうね、いい人悪い人みたいなこと言うけども、自分に合ってるか合ってないかってことなんですよね。その辺をやっぱり、よく考えないといけないなと思いますね。なので信じると言ってもですね、なんかそのぼやっと信じてるだけだとちょっと危ないのかなというふうに思ったりします。で今のね、iPhone 確かにそうだな、最新機種、持つ必要ないのに持っちゃってるなみたいな、とかそういう人いるよねみたいな感じで理解はよくしてもらえるんですけども、いざ人の話になるとちょっとつながらないって方が、意外と多かったりする印象です。でさっきの iPhone の話だと何ていうのかな、要は自分がその知識不足というか、情報不足で、要は見る目がなくて、誤った商品を買っていると、全然なんだろうな、 iPhone SE でいいじゃんっていう人が、倍近くする iPhone 買ってるわけだから2倍のお金払っちゃってるみたいな感じになっちゃうと、それはなんかね、見る目がないと、言ってしまえばそれまでなんですけども、見る目がないと、いうことになると思うんですね。で人間関係もそうで、なんかミスマッチがあった時に漠然とね、裏切られたとか、自分はこんだけ尽くしたのにとか言ってね怒ったりしてますけども、それ iPhone と一緒ですよ。2倍もお金払わされたとかね、言っちゃってるけどもみたいな、それはあなたが知らないからそうしちゃったんですよねみたいなことと一緒で、人間関係も、きっとそうなんですよね。見る目がなかったという話にもなるし、もしくは、関係性の中でそういう関係を作ってしまったとかね、いろいろあるんじゃないかなと思います。で、何が言いたいかっていうと、じゃあ100万円貸してくれって言われて貸したとして、友達からね100万円貸してって言われて貸したとしてね、その100万円を踏み倒されたと、じゃあそれ裏切られたんですかと。またはね、すごい仲のいい4人組で、グループいつもね4人で遊んでるのに自分だけ呼ばれない、3人で遊んだ回があったらしい、裏切られたんですかと。もしくは、仲のいい友達と、遊ぶ約束してて当日ドタキャンされてしまった、それって裏切られたんですかと。それぞれね全然まあ質が違うというか種類が違うんだけども、まあ人によってはどれも裏切られたって思うし、まあ人によっては100万円ね、貸し手に逃げられて裏切られたって思う人もいるし、まあ人によってはまあどれも別に裏切りとかじゃないよねって思う人もいるって感じで、なんかねそういう解釈の話なんですよね。そこで起こってることは100万円が、自分の手からその人の手に渡ったと、それが、返ってこなくなったという事実があるだけであって、まあ、それをどのように解釈するかっていうのは、まあ、結局個人の問題なんですよね。でその時に、信じてたのに裏切られたって発狂してもいいし、あちょっとなんか人を信じすぎてしまったなっていう感じで自分のそのなんだろうな信じすぎたことをね、反省してもいいし、もしくは、まあ、返済能力のないね人間にお金を貸すとこんな感じになるんだなっていう、まあ事例としてね、ストックしてもいいですしって感じで、まあその事実をどのように捉えるかっていうのはやっぱり個人の、意味付けの問題ですよねっていうふうに思うわけです。そう考えるとですね、まあ信じるって言ってもですね、結構ね、大変だなと思いますね。まあ以前話したように要素で信じる、例えばこの人はすごく几帳面だから、几帳面というか何ていうのかな、丁寧だから、その丁寧さは信じるとかね、でも丁寧だからって言ってなんだろうな、何もかも全て信じるって意味わかんないですよね。丁寧な部分だけ信じればいいじゃないっていう、ここできっとこの人はなんか、一発逆転面白い大きな笑いを取ってくれると信じることはいいけども、常日頃から笑いを取るとは限らないとかね、なんか何か一個信じれるからといって全体的にぼやっと信じるっていうのはやっぱり危険なのかなと改めて思ったりするところでございます。でじゃあ、危険って言ってますけども、ぼやっと信じてもですね、さっき言ったみたいに、そこで起こることっていうのは事実でしかないので、解釈さえね自由にできれば、自由に意味付けさえできれば、まあ、ぼやっと信じていてもいいんじゃないかなと思ったりもするところでございます。例えば、100万円貸してみて返ってこなかったってことの時に、まあ、裏切られたって言って傷つくんであればそれはちょっとぼやっと信じない方がいいよって思うけども、あこんなこともあるんだなぐらいに思えるんであればそれはなんか別にねいいんじゃないかなと僕は思います。なのでぼやっと信じたい方はですね、起こる物事に対して、解釈をですね、まあ、なるべく都合のよく解釈した方がいいというか、あんまり人のせいにしたりとか、怒りが爆発するようなとかフラストレーションがねこう、たまる方向の解釈じゃなくて、なんか学びになるような解釈にしていけば、ぼやっと信じて何が起ころうとそれはまあいいんじゃないかなと、僕は思います。でまあ、そんなことを言うとですね、なんだろうそんな何お金貸して帰ってこなくてそれをなんかポジティブに考えるとか無理だよって思うのであればですね、まさに今日のタイトル「信じるでも信じないでもない」というね、境地に、達するのがいいんじゃないかと思います。ニュートラルですね、信じているわけでもないし信じてないわけでもないというニュートラルな態度、これをねおすすめしたいですと。でそんなの信じるより難しいでしょうと思うかもしれないんですが、それはねちょっと難しく考えすぎなんですよ。どういうことかっていうと、例えばね皆さんがまあ今すでに大人だとしてですよ、成人してるとして、小学校、3年生の時のクラスメートの名前を全員フルネームで言えますかって話なんですよね。おそらく言えないと思うんですよ。なぜ言えないかっていうと、まあ、日常から消えてしまってるからなんですね。なので、信じるでも信じないでもないっていうニュートラルな状態を作るためには、信じるっていう概念を、日常から消し去れば、信じるってなんだっけって話になるわけですね。なので日常から信じるっていうことをなんだろうなこう遠ざけていくというか、まあ、信じるか信じないかみたいな、議題はどんどん避けていくとかね、いうふうにしていくとおのずと信じるっていう言葉に触れる機会が減っていって、まあ、信じるとか信じないじゃなくて、物事を判断するようになるんじゃないかなと思います。変にこの信じるっていう言葉が、頭の中にあるがゆえにですね、信じるか信じないかみたいな判断軸が、できてしまうと、逆にねそんな抽象的でよくわからない判断軸を捨て去った方がですね、より具体的ななんか判断軸でですね、まあ、付き合うか付き合わないかってことを、決めたりできると思いますんで、なんか変にねこうむちゃくちゃ抽象度の高い言葉をね、採用してよくわからないままぼやっと信じるよりはですね、もう信じるとか信じないとかっていう概念そのものをですね、消し去ってしまえばですね、意外と合理的にというか要素で検討していけるんじゃないかなというふうに思ったりする今日この頃でございます。ちょっとむちゃくちゃなこと言っているように聞こえるかもしれないんですけども、あながち間違ってないかなというふうに思いますので、信じるでも信じないでもないニュートラルな状態というのはですね、ちょっと検討してみてもらってもいいんじゃないかなと思います。で、信じるでも信じないでもなくって言ってるのはですね、信じないっていうなんかその強烈な態度もまたそれはそれでですね、なんだろうな、ぼやっと信じると同じようなものというか、堅くなな態度がですね、あんまりこう良くないなと思ったりしますんで、なんていうのかな、そのいわゆる本当はそこ、採用してもよかったじゃんっていう場面を信じないっていう決め込んでるがゆえにですね、断絶されてしまうっていうのはそれそれで問題だと思いますんで、信じすぎるのも良くないし、全く信じないっていうね堅くなな態度も良くないなというふうに思いますんで、本当はバランスよくっていう感じなんですけども、そのバランスよくっていうのは難しい方は信じるとかいう概念ごと吹っ飛ばして、しまいましょうというお話でございました。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。